こんにちは、ヘルバスファームです。今回は丈夫で育てやすい観葉植物を10種ご紹介します。観葉植物を育てたいけれどあまり手間がかけられない、またすぐに枯らしてしまうという方に向けて、基本的に特に何もせずに育っていく植物、そして丈夫で枯れにくい植物を選びました。今回選んだ植物はどれも実際に僕が育てている植物です。基本的には置き場所を決めたら、特に何もせずに気がついた時に水やりをする程度です。また定番種だけを揃えても面白くないので、少しマニアックな植物を加えつつ、さらにインテリア性が高いものを厳選しました。単純に育てやすい植物に関してはヘルバスファームのブログでまとめていますので、そちらをご覧ください。では今回ご紹介する観葉植物はこちらの10種になります。アキラやゴムの木、ゼベロニアなども育てやすい植物ですが、結構枯らしてしまう方が多いので今回は省いていきます。またポトスやオリズーラン、シンフォニウムなども丈夫でとても育てやすいですが、定番すぎるので今回は省いていきます。では一つ一つ植物をご紹介していきます。ではまずご紹介するのはこちらのエピフィルムです。エピフィルムは実はサボテンの仲間です。ただいわゆるサボテンのようにトゲがなく、ツルツルとした葉をしています。開花期には甘い香りをした綺麗な白い花を楽しめます。このフミラムやフィッシュボーンカクタスのように個性的なものが多いのも魅力です。横に広がったり垂れ下がったりする姿が特徴的ですので、ハンギングにするとその魅力がより引き立つかなと思います。そんなエピフィルムはサボテンと同様に丈夫で特に手間もかからない植物です。乾燥にも強く、水やりは基本的には土が乾いてから与え、冬場は断水気味に育てれば OK です。寒さにも比較的強く、最低5度ぐらいまでは耐えます。エピフィルムの仲間にはこのフミラムやフィッシュボーンカクタス以外にもグアテマレンシス、カルタゲンシスなどの個性的な品種がいますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。続いてご紹介するのはこちらのテーブルヤシです。テーブルヤシは定番の観葉植物です。テーブルヤシは主にメキシコなどの中南米に自生しているヤシ科の仲間です。テーブルヤシとして一般的に出回っているのはシャメドレやエレガンスという種です。ヤシと聞くとさんさんと降り注ぐ陽光の中で生育しているものをイメージすると思いますが、このテーブルヤシは湿潤な森の中で木漏れ日を浴びて自生している植物です。大きく成長しても2メートル程度にまでしかならない小型種で、その名の通りテーブルなどに置いても邪魔にならず、一つ置くだけでも南国テイストを演出できるインテリア性の高い植物です。100均などで手軽に手に入るのも魅力かなと思います。そんなテーブルヤシですが、先ほどもお伝えしたように森の中で柔らかい日の光を浴びて自生している植物ですので、比較的耐陰性もあり置き場所を選びません。また寒さにも強く、5度くらいまでは耐えます。水やりは春から秋は土の表面が乾いてから、冬場は乾燥気味で問題ありません。インテリア性も高く丈夫なテーブルヤシは観葉植物入門編としておすすめです。続いてご紹介するのはこちらのドラセナコンシンネです。一口にドラセナといっても大型種のドラコや葉を大きく垂れ下げるカンボジアーナなど様々な種があります。そんな中から僕が今回ご紹介するのはこちらのコンシンネです。シャープでスタイリッシュなのが特徴的な品種です。僕がこの新年を選んだ理由は、このようなレッド系から赤をベースにクリーム色の縞模様が入るオリカラー、また緑に白いラインが入るホワイボリーなど、インテリアに合わせてカラーを選べるのが魅力かなと思ったからです。そんなこの新年は比較的耐陰性があり、
水やりも土が乾いてからで問題なく育つ丈夫な植物です。このように水耕栽培でも育てられるのもおすすめのポイントです。ただ若干寒さには弱いので冬場は暖かい場所で管理してあげてください。続いてご紹介するのはこちらのアデニウムです。最近人気のコーデックスからも一つご紹介していきます。コーデックスといえばブラキリスなどが特に有名ですが、とても高額なので気軽に育てられるわけではありません。一方こちらのアデニウムは手軽に手に入る上にコーデックス特有の存在感のあるシルエットを楽しめます。また熱帯アフリカを中心とした乾燥地帯に自生しており、綺麗な花を咲かせることから砂漠のバラとも呼ばれています。独特なシルエットと鮮やかな花を楽しめるアデニウムはとてもおすすめです。そんなアデニウムですが、日当たりと温度さえ整えてあげれば特に手間のかからない植物です。寒さにはとても弱いので10度以上キープしてよく日の当たる場所で管理してあげてください。条件が合えば1年中花を咲かせることも可能です。続いてご紹介するのは定番の観葉植物のサンスベリアです。サンスベリアも多くの園芸種が誕生している人気の観葉植物です。黄色の斑が入るローレンティ、細長く筒状に伸びるスタッキーなどの普及種からキングオブサンスベリアとも呼ばれるフロリダやバナナなど希少種まで様々な種があります。サンスベリアもお部屋の雰囲気に合わせて品種を選ぶのも面白い植物です。また NASA 公認の空気清浄効果のある植物としても知られ、観賞価値が高いだけではなく置くだけで天然の空気清浄機としても活躍してくれる優れた植物です。そんなサンスベリアは耐陰性があり寒さにも強い植物です。水やりは春から秋は土の表面が乾いてから、冬場はほとんど放置気味で問題ありません。そうするとシワが入り見た目からして少し弱っているように見えますが、暖かくなってから水を再度与えればすぐに復活します。独特なシルエットで存在感のある植物をお探しの方におすすめです。このような小ぶりなものから大ぶりなものまで様々ありますので、ぜひお部屋に合ったサンスベリアを見つけてください。続いてご紹介するのはこちらのガジュマルです。ガジュマルは誰もが一度は目にしたことがある植物だと思います。気根を多く出し独特な樹形が見応えのある植物です。海外では精霊が宿る木と言われ神木として大切に扱われています。そんなガジュマルは比較的耐陰性もあり寒さにも強く、最低5度くらいまでは耐えます。水を好むので冬場以外は土の表面が乾いてから与えてください。冬場は完全に土が乾いてからで問題ありません。定番の観葉植物ですのでホームセンターの園芸コーナーや100均などでも手に入りますので、見かけた際はぜひ手に取ってみてください。続いてご紹介するのはこちらのトップリランです。トップリランはこの見た目の通り株元がとっくりのように膨らむ姿からその名が付けられました。アメリカ南部やメキシコなどの岩や石に覆われた乾燥した土地で自生しており、肥大したとっくり状の部分に水を蓄えています。ノリナ属に分類されることからノリナの名前で販売している店もあるかなと思います。また英名ではポニーテールの名前でも親しまれています。他の植物とはちょっと違う独特の存在感のあるシルエットを楽しめる植物です。そんなトップリランは乾燥にとても強く丈夫な植物なので、園芸ビギナーの方やあまり植物に手間をかけられないという方に特におすすめです。しっかりと日に当てて育てれば幹が鉢いっぱいに広がるほど大きく成長し、新芽を多く出し存在感のある株に成長します。一つ置くだけで絵になる植物なので、ちょっと変わった形の植物を置きたいという方におすすめです。続いてご紹介するのはサボテンです。丈夫で育てやすいといえばサボテンは外せません。サボテンといっても内輪状のものから筒状のもの、
球体状のものまで様々な種類があり、好みの形を見つけるのもサボテンの楽しみ方の一つです。このように水耕栽培でも育てることができるので、おしゃれな容器に入れればインテリアアイテムとしても活躍します。そんなサボテンはよく日に当て、水やりは土が乾いてから与えるだけで、その他特に手間がかかりません。寒さにも強く、5度程度までは耐えます。よくサボテンを枯らしてしまうという方がいらっしゃいますが、原因の多くが過度な水やりなので、基本的に放置して育てていけば問題ありません。続いてご紹介するのはこちらのリプサリスです。リプサリスは森の中で自生するサボテンの仲間です。森の中で樹木などに着生して生育しているので、森林性サボテンとも呼ばれています。紐のような茎を垂れ下げて成長する姿が魅力的で、ハンギンググリーンにぴったりです。先ほどご紹介したエピフィルムと同様にトゲがありませんので、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心して育てることができます。そんなリプサリスもサボテンと同様に自らの体内に水分を蓄えることもできる植物です。そのため乾燥に強く、多くの水やりを必要としません。春と秋の成長期は土が乾いてから与えますが、夏場は月に1回程度、冬はほぼ断水気味で問題ないほどほとんど手間がかかりません。分岐して伸びていく姿は見ていて飽きることはなく、ハンギンググリーンをお探しの方に特にお勧めしたい植物です。最後にご紹介するのはこちらのミルクブッシュです。ミルクブッシュの名前の由来は、白い樹液とブッシュ状の茎が生い茂る様子から来ています。別名では青サンゴや緑サンゴとも呼ばれ、海のサンゴにちなんだ名前を持ちます。成長するに従い棒状の茎が不規則に伸びていき、同じものが一つとして存在しない形状になります。他にはないユニークな形が魅力的で、インテリアグリーンとしてとても人気があります。そんなミルクブッシュは南アフリカなどの乾燥した地域に自生している植物です。過湿を嫌い、土が湿った状態が続くとすぐに根腐れを起こします。特に冬場は過湿状態を嫌うので、乾燥させ放置気味に育てるのがポイントです。育ちすぎた時はこのように枝を切って水に挿しておけばすぐに発根し、増やすことも可能です。今回は丈夫でありながらもインテリア性の高い植物を10種ご紹介しました。気になる植物は見つかりましたでしょうか？単純に育てやすい植物は他にもたくさんあります。そちらはエルバスファームのブログでまとめていますので、ぜひ合わせてご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。